シルミルイワキ。いわき市の旬の情報を伝えるシルミルイワキ。今回のテーマは自転車を通して地域を元気に。今年3月、勿来の関公園から久野浜防災緑地を結ぶいわき七浜街道が全線開通し、県内外のサイクリストたちがいわき市を訪れています。今いわき市で盛り上がりを見せる自転車文化をさらに広めようと、今月7日イオンモールいわき小名浜でスポーツフェスティバルを開催しました。イベントでは競技自転車の展示や自転車に乗る感覚を養うペダルのないストライダーの体験会のほか、東京2020パラリンピック競技大会に出場した杉浦佳子選手、藤井美穂選手のトークショーが行われました。49歳で取れてたら40代だったのにって思ってたんですが、もう逆にキリがいいなって思いました。50歳。いや本当にその時の気持ちはもうよかった、でもそれだけです。もっともっと自転車乗る人口が増えたり、もう楽しいなっていうのをぜひ皆さんと一緒に共有したいなと思いますので、これからぜひ一緒に乗ってもらえたら嬉しいなと思います。個人の努力されてるところっていうのはもう活躍されてる場面だけじゃ分かんないから、ちょっとお話ね聞けたっていうのはすごい嬉しかったです。ドライブしてても気持ちもいいし、あとぶつからないように道も整備されてて、楽しむ人たちがしっかり活用してくれる道になったらいいなって思いますけど。新たにいわき FC パークにいわき自転車文化発信交流拠点ノレレもオープンしました。中心となって整備したのが東京2020パラリンピック競技大会の自転車競技の監督を務めた健城大志さんです。みんながもっともっと生活の中で自転車っていうものを使えるようにするためにはどうしたらいいんだろうっていうところで、ここからいろんな情報発信ですねと合わせて、自転車のメンテナンスや修理、そういったのをしながらいわき市の市民の方に、触れ合ってほしいなという思いから作りました。オープンからまだ間もないノレレですが、この日も多くの人が訪れ自転車の魅力に触れていました。いや、いいと思います。自転車、はい、よく乗るんで、娘とかも自転車乗れるようになったらぜひ行きたいと思いますね。サイクリングを楽しみにいわき市に訪れてみてはいかがでしょうか。みんながこう笑顔になるっていうところが私たちのゴール、目標になってますので、みんなで楽しく、でその中でやっぱ楽しくっていう部分が安全に走るだったり、正しく走る、交通安全含めてですね、そういったところまで、このいわき市全体に広めていければいいなと思っております。いわき市ではこれからもサイクルスポーツを通じて地域の活力を引き出す取り組みを行っていきます。